香港の著称政策では、香港特別行政区政府が香港に渡航しようとしている外国人に対して行っている著称政策について記述する。現在、一国二制度の原則に基づいて制定された香港特別行政区基本法には、香港特別行政区政府が中国本土とは独立した出入り、社会事務を行うことができると規定されているため、 香港返還後の現在でも、香港では、中国本土とは別の詐称政策が実施されている。外国人が香港に入居する際、旅券の残存有効期間が、滞在日数に1ヶ月を足した、日数以上あり、なおかつ公述の国と地域の国籍者については、短期滞在に限り、詐称免除措置の対象となる。緑色の国が、香港特別行政区政府が詐称を免除している。 国である香港の出入国商品香港ビザなど、36の国と地域が該当する。26の国と地域が該当する。86の国と地域が該当する。マカオの住民の場合、マカオ特別行政区旅券所持者、マカオの非営住者用、ID カード所持者、マカオ営住者用、ID カード所持者でそれぞれ扱いが異なっている。 マカオ特別行政区旅券所持者とマカオ特別行政区旅行省所,所持者は7日間査証なしで滞在できるがトランジットの場合のみでしか認められていないため査証免除を受ける場合は香港入居の前に中国本土以外の第三国にで境する航空券等を用意しておく必要がある。マカオの非営住者用 ID カード所持者やマカオ営住者用 ID カードを入居審査時に提出しなかった、マカオ住民は30日間、有効なマカオへ住者用、ID カード所持者及び、マカオ虚偽往来香港特別行政区、旅優勝所持者は180日間査証なしで、滞在できる。なお、ポルトガルのパスポートを所持している者は90日間まで、査証なしで滞在できる。往来港、沖通交渉中国本土の国籍者は、 前述の通りトランジットで入居する場合のみ7日監査証免除となるが、これは中華人民共和国旅券を利用した場合である。中国本土の国籍者は、この他に往来校、大きい通行証を取得することも可能であり、観光用、商用、親族訪問用など6種類の通行証がある。このうち、観光用は、差証なしで7日間香港に滞在することができ、 個人旅行用と団体旅行用がある。個人旅行用の通行証は、関東省の住民及び指定された28都市の住民のみが申請できる。この他に、中国本土に身寄りがなく、香港にのみ親族がいる児童や老人など、各種条件に当てはまるもののみが取得できる、中華人民共和国前王校、大き通行証もある。中華民国公民は、 2009年4月29日より、台湾居民来往大陸通行証を所持した者のみ、査証なしで30日間香港に滞在することができる。なお、中華民国旅券で渡航した場合、当局に認められた航空会社を経由した入居事務が行われ、入居審査時にビザとは異なる入居許可が下りるようになっている。この場合、台湾公民は、 香港に3ヶ月間詐称なしで滞在することができる。 http://www.immd.gov.hk/.c html/.hkvisq htmhatabcdef http://www.immd.gov.hk/.c h t m l h k v i s q h t m h a t h t t p w w w i m m d g o v h k c h t m l h k v i s a s h h t m q h t t p w w w i m m d g o v h k c h t m l h k v i s q h t m インディビジュアルビジュッツハット http コロンスラッシュスラッシュ www.immd.gov.hk スラッシュ c html スラッシュ hkvis12 htm ありがとうございます。